トゲテペです。ということで、ザンと材料が揃っております。今回どういう感じにします？美味しいものを作って、ほう、食べません？ガッパオライスって知ってます？うん、知ってる知ってる。あれ食べません？てか、あれ食べたい。シャンサイって何？いや、マジで分かれへん。ほんまに、ウーバーイーツ？ウーバーイーツ。おい、え、ちょっと待ってよ、チョイスがエグない。もちろん作ったこともないし。大丈夫です。いやいや、僕この前食べたんで味分かるんで。違う、ちょっとちょっと味見してきます。押し付けがすごいよ。調べるのあり？ダメです。調べたらあかんの？電波ない。さっき電話してたよ。電話してた。いや、こっからよ、マジで。シャンサイって何？あ、パクチーじゃん。炒める用と、おいで乗っける用を開けようよ。バサリいっぱい入れた方がうまい。あとは、鶏肉。粗挽き。ソースを先に作っておこうかなと思って。一回、ちょっとナンプラーをね、どう使うか。あ、もう香りが。ナンプラーへへ。ナンプラーモンスター出てきたみたいな感じ。さしすせそうじゃん。どう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 、ちょっと失礼します。ああるよな。こんなん食ったことある。あるよな。まず入れてみようか。もう全部いっちゃう。俺を閉じ込めさせた。こっからですよ、問題は。どうだろう、どうだろう。いや、マジで分かれへん、ほんまに。で、パクチー、ちょっと多いパクチーのことも考えて、はい、うまい。あ、マジっすか。完成。もうあとは盛り付けです。完成です。ガッパオライス。ちょっとどう、想像以上によくできてしまったような気がするけど、早速じゃあちょっと食べてみようかね、はい、マジでいい感じな気がする。いただきます。あのね、普通にうまい。マジでうまい。はい、うまいっていう感じ。なんで？何してんの？ガッパオライスセットです。ちょっと腹立つわ。ちょっと食べようよ、せっかくやし。はい、せっかくです。あっ、辛絶対めっちゃ辛いやつしたやろ。辛っ。ということで、ね、もう即興やったね。ちょっとこれ好評やとしたら、これちょっとまたできる企画やと思えへん。思いついた料理を作っていろいろ試してみようっていうのも、ちょっとぜひ高評価いただいたりとか、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。